それはお互い様でしょ。それにしても驚いたね。うん、本当にめぐみさんの前にエミオが現れただなんて。でもそれが何者で、なぜ彼女の前に現れたのかはわからないんだけど。じゃあ改めて今日の調査をまとめましょうか。佐々木英介が発見された当日にめぐみさんが休んでいた理由がやっと分かった。福山先輩に告白しているところをたまたま佐々木くんに見られてしまっためぐみさんは、先輩に思いが届かなかったところを佐々木くんに知られてしまう。さらに自分の行為を佐々木くんから責められちゃったことで、悔しさと恥ずかしさで気の置けない幼なじみの佐々木くんにきつい言葉を投げつけちゃったのよね。佐々木くんはめぐみさんのことが好きだったみたいだから二重にショックだっただろうね。そうね。だからめぐみさんは佐々木くんは自分のせいで亡くなった、つまり自殺したんだって思い、佐々木くんが発見される前日から部屋に閉じこもっていためぐみさんは、彼は自殺したんだって今日まで思い込んでいたのね。ところが今日、あることが原因でめぐみさんは自分の考えを改めることになった。夢に佐々木くんが出てきたことだ。違うでしょ。それは彼女が前を向かなきゃって思う。めぐみさんは今日ワイドショーをたまたま見てしまって、エミオがいるって信じてるとそうなっちゃうんだね。テレビ番組を見ためぐみさんはエミオに会うために事件現場に行った。めぐみさんがそこまでしてやりたかったこと、おまじないを唱えることだ。自分がおまじないを唱えなきゃ佐々木くんは天国に行けない。そう考えたらいても立ってもいられなくなっちゃったのね。そして事件現場に来ためぐみさんの前に、ええ、それが一体何者だったのかはわからない。その人物が佐々木英介の事件に関係していると見るのが自然だ。そうだ、めぐみさんの前に現れたエミオと同じ顔が描かれていたからだ。都市伝説として知られているものとは。とにかく今日一日でいろんな謎が明らかになって、念のため今日分かったことを最初から振り返っておこう。いいわね。佐々木くんの遺体が発見された日、その通りね。それが原因で学校を休んでいためぐみさんは、うん、学校からの連絡を受けたお母さんが、お母さんの言葉を聞いためぐみさんは、前日のことがあったから早とちりしちゃったのね。そのまま部屋に閉じこもり、誰とも話をしようとしなかっためぐみさんは今朝ようやく部屋から出てきた。前を向こうとしたのよね。夢の中で佐々木くんに励まされて。ところがたまたまワイドショーを見てしまっためぐみさんは、その通りよ。エミオの都市伝説に詳しかっためぐみさんは、おまじないを唱えようとしたのよね。そうしなきゃ佐々木くんが天国に行けないって信じ、だから彼女は佐々木くんが発見された事件現場に行った。信じられない話だけど、18年前に使用された紙袋と同じものをかぶせられた状態で、そして今日彼が発見された現場に同じ笑顔が描かれた紙袋をかぶった都市伝説として知られているものとその顔とは全く違った絵柄だったらしいから、めぐみさんの前に現れたのは18年前の事件の犯人？それが何者なのか、18年前の事件の犯人なのかは、ただ18年の時を隔てた2つ、僕たちの想像が及ばない形でつながっているに違いない。どんどん複雑になっていくもんね。一緒に頑張ろうね。頼りにしてるよ。はい、今日はここまでね。あなたは明日も警察署に行くの？うん。明日こそ鎌田警部に会って、18年前に姿を消した人のことを聞いて。あゆみちゃん。何？今日のあの状況の中でも鎌田警部がいないのは。確かにいらっしゃらなかったわね。いろんな事件を抱えていてお忙しいからなのかな。うん、先生が信頼している鎌田警部を疑うわけじゃないけど、何かを隠しているんじゃないかって思う。とにかく本人に聞かないと何もわからないし、あゆみちゃんは明日どうするの？私はめぐみさんの様子を見に行くつもりなの。少しは落ち着いてくれてるといいんだけどね。そうだね。めぐみさんに会えたら伝えといてよ。頑張って話してくれてありがとうって。わかった。伝えとくね。それにしても先生はいつ帰ってくるのかしらね。いつものことだからね。今日こそ鎌田警部に会えるといいんだけど。あの不敬さんだ。僕に気づいて向こうから来てくれるみたいだ。上原刑事に自慢しようかな。こんにちは。今日も来たのね。こんにちは。鎌田警部よね。今日はいらっしゃいますよ。奥の部屋へどうぞ。ありがとうございます。いや、君。こんにちは、鎌田警部。例の男の話を聞きに来てくれたんじゃな。わざわざご苦労さん。ええ。そうです。怪我をしたまま消息不明になったとみられる男の話を伺いが、その前に鎌田警部にお聞きしたいことがあるんです。なんじゃ。昨晩のことはご存知だと思いますが、鎌田警部は警察署にいらっしゃいませんでしたね。どこにいらっしゃるのかなって。君は気にせんでもええ。探偵の姿勢としては評価できるが、何でも聞けば答えてくれるわけではないじゃろう。すいません。触れちゃいけないことだったんだろうか。今日の鎌田警部、随分表情が険しい。ではその男について聞かせ。鈴木みのる、その男の名前じゃ。鈴木みのる。18年前、橋爪彩香が殺された日から、当時の年齢は25歳。生きていれば今は43歳じゃな。事件の鍵を握る重要な人物ではないかと考え、わしらも懸命に行方を追ったんじゃが、結局見つからんかった。そうだったんですね。他にはわしが持っとる続きの情報はわしらなりのセオリーに基づいて捜査をしたんじゃ。今となっては署内では鈴木はもうとっくになくなっとると考える向きが多くての。今回の捜査対象として鈴木は重要視されとらん。じゃから君には書にはない新たな視点から鈴木について調べてほしいんじゃよ。そういうことなんですね。君なら過去にわしらがそういうところに期待しとるんじゃ。どうした？何？なんでもない。気にするなって言われても。さらに君も知っとると思うが、警察の情報を外部の人間に教えるのは原則、わしから言えるのはここまでじゃ。やっぱりそうだよな。警察が連続少女殺人事件は無差別殺人の可能性があると考えたかどうかも。はい、連続少女殺人事件で警察もそう思ってたんじゃないかな。できれば知りたいなぁなんて考え。もちろんそれも教えられる。やっぱり何度も言うが、捜査に関する情報を部外者に。とはいえ手がかりなしというわけにはいかん。これを渡しておこう。似顔絵ですか？その通り。うちの似顔絵捜査官に描いてもらったものじゃ。もしやこれは少年時代の続きの写真を元にして描いた43歳になった現在の予想図じゃ。プロが描いたもんじゃから大きく外してることはないじゃろう。若い。ありがとうございます。さっき言った事情もあって、鈴木に関する情報はほとんど君には調査を依頼しておいて申し訳ない。じゃが、ゼロから続きを洗い直すことで、わしはそこに期待しとるんじゃよ。そうか。鎌田警部自身は続きが生きていて、でも表立って続きに関する捜査をするのが難しいから、だから僕に調査を依頼したわけだ。今わしが渡した。鎌田警部、お忙しいところありがとうございました。いただいた似顔絵をもとに。当てはあるんか？図書館に行くつもりです。あれ、ちょっとこういう時普通はですよね。では行ってきます。あ、頼んだぞ、わしの。ん？ちょっと待って。さっきの人どこ行っちゃったんだろう。駅に着いたぞ。連続少女殺人事件が起きた。駅前だからか人の通りも多い。鎌田警部から借りた唯一の手がかりである鈴木みのるの似顔絵を使って、その鎌田警部の様子は気になったけど、今調査に集中だ。鎌田警部の期待に応えなきゃ。すみません、ちょっとお話を伺ってもよろしいですか？なんだ君は。僕は宇津木探偵事務所の探偵なんですが。おお、ずいぶん。この人に見覚えはありませんか？誰だねこれは。鈴木みのるという人で、18年前まで幸福市に住んでいたらしい。私は昨年から単身赴任でこの町に来たばかりだ。あ、そうだったんですね。もう行っちゃった。あ、すみません。何？ナンパ？なぜかわからない。じゃあねぎまとレバー。うん、待って。ものすごく真剣に悩んでいる。すいません。いらっしゃい。店はもう開いてるよ。あ、いい。そうではなく、僕は探偵でして。なんだ、客じゃないのか。悪いけど他を当たってよ。ほんの数分だけでいいんです。忙しいんだって。店の前で缶コーヒーを飲みながらぼーっとしているだけだ。休憩中かサボっているようにしか見えないけど、露骨に迷惑そうな顔もされてしまったし、これ以上粘っても話してくれそうにないな。お邪魔しました。先生もあゆみちゃんも焼き鳥だ。飲んでくれよ。酔っ払いよ。ライスカレー。え？刺身にしよう。え？全定食。電話番号が書いてある。中心だけあって、駅前は人もそれなりに多いの。こんにちは。ちょっとよろしいでしょうか？あ、いえ、違います。僕は探偵で人を探してるところなんですよ。誰を探しとるのじゃ君は。都築実という人。あ？それは。え？鈴木みのり、11歳の女の子じゃ。ああ、違うんです。ん？この人が都築。バカもん、わしの孫はおっさんで。すみません。はいはい。実は僕探偵でして。人さ。そうなの？私この町に住んでない。あ、そうなんですね。この人に見覚えはありませんか？都築実という。私この町に40年以上住んでるけど。あ、そうですか。ごめんなさいね、力になれなくて。アメちゃん、ありがとうございます。あらあら、元気でいいわね。はい。それじゃあね。時間は営業していないみたい。本格ラーメンし。あんな露骨に嫌な顔されたらもう話。駅前には飲食店などが多い。人もそれなりに。聞いても全く手がかりなしか。18年前にいなくなった人物だから。さてどうしよう。おい、そこのお前誰だ。おれなんだか見な刑事官。こらこら、なんだなんて言われたら泣いちゃうぞ。今日はお休みですか？いや、今日も仕事だよ。こう見えてもちゃんと仕事はしてるからね。探偵くんのその目に焼き付けといてくれよな。でもって先輩がもし俺が探偵くんに証言台に立ってもらってこの方は無実ですってね。どんな裁判？そういえば久世刑事はご一緒じゃないんですか？おお、いい質問。それではここで先輩。始まった。今日は先輩の姿が見えないようですがシンキングタイム。ちょっと待ってください。せめて2択にするか。ヒント。しょうがないな。じゃあ2択にしてあげちゃう。 A、別行動中、後で合流する予定。 B、 実は今日は非番でお休み。さあどっ実は今日は非番でお休み。ブッブー。正解は別行動中、後で合流する予定でした。そんなの分かるわけないじゃないですか。それはどうかな。探偵君、何か見落としてることがあったのかもよ。というわけで先輩とは二手に分かれて捜査中。後で合流するからここにはいないんだ。以上、先輩クイズでした。ってことは近くにはいるのか。二人は何の捜査でここに来たんだ。定君と偶然会えるなんて、なんだか神原の刑事とよく会う。僕とこんなクイズをしてるところ、久世刑事に見られたらどうするんだ。大丈夫、どうにかする。もしくは探偵君と一緒に怒られる。巻き込まないでくださいよ。鎌田警部ってどこか悪くされてるんですか？今日お会いしたのですが。ああ、うん、どうしたんだろうね。先輩への言い訳は得意なんだ。全然任せられそうな。先輩とは別行動中。もしかして先輩クイズもっとやりたい。でもごめんね、新作クイズ1問。ああ、なになに。神原刑事とはよく会う。ああ、俺気づいちゃったな。探偵くんさ、先輩に会いたがってる？え？だって先輩のこと何度も聞いてくるってことはさ。ねえねじゃないですよ。なんだ違ったか。まあ探偵くんにはあゆみちゃんっていう素敵な同僚がいる。もしかして照れてる？やめてください。ところで探偵君はここで何してんの？僕は18年前の事件に関する調査をしているんです。ただなかなか情報が得られる。そっか、何手がかり。俺に任せておけば。先輩とは何があったの？探偵君、正直似顔絵だけを頼りに2人の捜査内容が僕の調査のヒントになったりしないのか。神原刑事もダメかな。手がかりっていくらでも欲しいよね。手がかりって神原刑事の手がかりってこういう時は目で訴えてみるとか。手がかりってこういう時はん？探偵くんどうしたの？そんな顔して。実は僕。どうかしたの？はい。お腹痛いの？違います、全然ダメだった。もしや僕の表情が良くないのか。なんだ違ったか。まあでも困りごとがあるなら何でも言ってよ。何でも。うん、え、そんな食いつくところだった？探偵君、思いは通じなかったようだ。とりあえずまずは。実は調査を進めるための手がかりが。でもこんな相談は僕には神原刑事しか手。なのでこっそり。じゃあここだけの話にしといておく。なんてね、申し訳ないけど警察のルールで何も言えないんですよね。でも探偵君に頼られちゃうなんて、嘘でも本当でもね。正直似顔絵だけを頼りああ、鎌田警部が。一応手がかりとしてはこれ、僕が持っているのは鈴木の名前と、当時も行方を捜索されたもののらしいね。署内では鈴木実はすでに死亡していると考える人が多い。警察としては力を割きにくいんだろうね。だからこそ探偵くんの出番ってわけだ。頑張ります。鎌田警部も言ってたけど、やっぱり警察は。鈴木みのるは何度聞いても、鎌田警部はああ見えて怪しいと思うところはああ見えて。だからきっと探偵くんに続きのことを、鎌田警部だけが署内で勝手な行動を取るわけにもいかないし、警察も自由に動けるわけじゃないから。そうなんですね。というわけで探偵くんの活躍応援。はい、まあ俺から情報をあげること。鈴木みのるはさ、全然関係ない話なんだけど、前から何でしょうか。探偵くんはどうして探偵になろうと思ったの？僕は両親を探すために探偵になった。両親とは幼い頃に離れ、そうだ、結局両親は僕が小さい頃に亡くなってしまっていたんですけど、2人とも立派なに。そっか、探偵くんのご両親なんだから。ごめん、軽い気持ちで聞いちゃって。いえ、全く問題ないですよ。探偵くんは先輩と似てるね。え？先輩が刑事になったのも、お兄さんを見つける近道だと思ったからなんだよ。探偵くんは先輩のお兄さんが失踪したって話。はい、やっぱそっか。する。実は先輩、一度だけお兄さんによく似た人を見かけたことがあるら。そうなんですか。確か先輩が高校生の頃って言ってたな。声はかけなかったんですか？もちろんかけたらしいけど、相手には怪訝そうな顔をされただけだって。人違い。どうだろうね。ただその人はマスクをしてて、顔ははっきり見えなかったらしいよ。それでも兄弟だからわかるんだってさ。兄弟だからですか。でも相手は久世刑事のことが誰だか。そこなんだよな。だから先輩はお兄さんが記憶喪失になってるんじゃないかって考えてるみたいだよ。お兄さん、探偵くんも記憶喪失かも。記憶喪失？どう？漫画かドラマみたいだって思う？いえ、十分あり得ることだと思います。経験があるから。そっか、気が合うね。俺も同じ意見だよ。じゃあ久世刑事はお兄さんを見かけたことがきっかけで。そういうことで今も。あ、さすがに公私混同はまずいから、あくまで非番の日にね。そうだったんですか。現実的に考えればさ、単に見間違えただけって可能性の方が高いと思うんだけど、それでも先輩は自分の直感を信じて探し続け、その姿を見てると。上原刑事、俺にも何か。そういえば吉江さんにこんなことを言われたな。ナスを持った探偵さんが2人を引き合わせてくれるような気がするわ。それに18年前の事件のことを調べるうちに誠さんの情報も手に入るかもしれない。よし、僕の方でも誠探偵くん、俺が言うのはなんか変かもしれないけどさ。でも先輩には探偵くんがお兄さんのことを調べて、ほら先輩って素直じゃないからバレたらお説教されちゃうかも。そうだ、探偵くん、俺も支給されたの持ってるんだよ。あ、はい、いいですよ。ありがとう。何か分かったら、いや分からなくてもいい。はい、いつでもかけてきてよ。せっかく会えたんだし、上原刑事に他に、そうだ、バイクのこと。そういえばバイクの件は何か分かりましたか？え？バイク？あれ？佐々木英介が殺害された当日の夜、久世刑事から聞いてませんか？いや、聞いてないな。そうですか。目撃されたのは死亡推定時刻の1時間後という情報だったので、もしかすると久世刑事の方で事件とは無関係だと判断したのかもしれません。情報共有くらいはしてもいいです。まあ何か手違いでもあったんじゃない？先輩だって人間なんだしさ。そうですね。じゃあ俺は捜査に戻るよ。はい、また。そろそろ日が暮れそうだ。そんなに変だった？とっても変です。私が警官だったら職務質問してますよ。めぐみさんのお母さんに見つかってから。なるほど、俺は立花に救われたってことだな。福山先輩、本当に分かってるのかしら。